こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、嵐の二宮君が、ご結婚するということで、嵐の曲を取り上げたいと思います。ちょうど前回取り上げたラグビーの応援歌の、嵐のバージョンですので、この曲、やっぱりこうジャニーズの曲って結構面白いですね。ものすごくよくアレンジされてて、まあいろいろひねってやって叩くの結構大変だと思うんですけど、バンドスコアも出てるし、バンドでもし、ブレイブやるということであれば、ぜひ、譜面もダウンロードできますので、ぜひ、やってみていただければと思います。それでは、何回も出てくるんですが、6連符の、タム移動っていうのは、手、こういうふうに三角形を作って、右左右左で、ここはこう1個1個2個で、これ結構定番なんですね。足が2つ苦手な人は右左右右、ここまで一緒で1個フロア入れて足という、この6連符のこの技をよく覚えておくと、これ足が最後入ってるので、というのができると思います。これスラッシュ書いてありますが、これ2回ですね、イントロで。1拍目休みで「うん」というフレーズで始まります。そしたら、この2小節、ダン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 ダッダバーバーバーって、このシンコペーションを合わせます。で、というのが「うたたたたと」というのが4小節ごとに入ってます。で、それが2回イントロ終わると、ドッツとドッツとドン、ドッツとうんと、ドッツとだけなのかなと思ったら、結構わざとこう、トリッキーに。というフレーズになってますね。ここの部分のイントロを、結構ひねってあって面白いですね。そしたら、歌が入ってくるので、ハイハット閉じて、ベースはギターがガガガってこう引っ掛けてるんですが、ここは引っ掛けないで、ドラマ、多分こう表ばっかりで、B から、というふうにやってますね。で、4小節目が1回目の B の時は、こう決めのところまでこういうふうにやっております。ところが、この小節が、2回目はカットに、ドンドンタンドンドンドンタドンドンの部分はカットになってます。そしたらサビで、サビは、ここでちょっと欄外の、説明、欄外に書いてあるやつですね。シンコペーションをするフレーズの時は、スネアでシンコペーションするか、バスドラでシンコペーションするか自由で、この間から頭に向かうところに、一番最後の拍の裏側のバスドラの杭を入れていくと、というふうなバリエーションができて、これは全部もうどれをやってもらっても結構ランダムにやってますんで、自由にやってもらえばいいかなと思います。そうすると、2回目は「ダッツタ」「タカトトコトタン」ってやってると思ったら、どう聞いても、で5連符なんか足がどうしても1個しか聞こえなくて、なんとなくそういうふうにしたのか、ここはドラムのフィルインでもギターもなんか弾いてたと思うんで、6連で合わせてもいいかなと思いますが、5連で合わせてるのかな、ちょっといろいろ聞いてみてください。で、リピートして ABC は一緒ですが、 B は1小節減ります。で、2括弧に行くと、ここからという具合に、ここのところがまさにこの裏側の足の音はいろいろ変えていいと思います。イントロ2のとこね、
この最後の裏側もタドンとかタドンドドンとか入れても全然構わないですね。でダダンダダンダダンは6連入った後だと右から行かないと、なのでまあ右右で最初行っちゃう。で最後は3回目はというようなフレーズになってます、ここら辺ちょっとややこしいですが、これは収録の決めだけ合わせればいいので、ここはもうあのシンコペーションを合わせていけば、あとは最後もドドタンっていうのもフィルインなので、これなんかドドドタンに聞こえてる。ドドドタンの場合はツインペダルがない人はフロアを1個入れて、よく使うフレーズなのでこの辺使ってもらってもいいかなと思います。ラップのとこはというような感じでというような決めをやってます。あとはといったフレーズをやってます。でダン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 っていうのはまあ繰り返しますが同じですね。で C ドロップって言ってサビなんだけどドラムとかベースが一旦落ちる感じ、こういうのドロップと言います。3小節だけドロップしたらダダンうんダダンタタンタドダダンうんこのタタンはフィルインですね。ダダンうん次の C のドロップから元に復帰したところがワンツーで、C の普通のフレーズのところに戻ります。あとはウッタトンタトーっていうのはまあ決めつつやっていきますが、で最後、余ってるところがここはカッコで書いてありますが、さっきの C のとこまでそうですが、ドンドンパンツドドンドンドンってやるとちょうど3拍フレーズで頭に着地するので、まあかっこよくできてますね。であとはエンディングはイントロと一緒です。で最後のエンディングの決めがあって、間を結構埋めていっているので、ここはドンストタンドンタカタドンドンドンタカタカタンタカタドンドンタドッド、ここはもう前段を入れてで6連ですね。最後のエンディングはというふうに最後畳み込むように決めてますが、普通じゃない感じですね。なんかちょっとトリッキーな感じがするんだけど、すごくこうメロディアスで理にかなってる感じがします。さすがジャニーズという感じでございましたが、かなり難しくてダダッと説明してしたばっかりになりますが、今日のブレイブはその16ビートの変形の仕方ですね。シンコペーションバスドラでもよいしスネアでもよいし、その後のタドンとドンタドンドンタンツとドンっていうのはもう雰囲気でやっていくとこうバリエーション一緒に歌ってる感じがすると思うので、これをいろいろランダムに入れれるようになるといいと思います。あとはまあ16ビートでこう16の裏裏っていうのがいっぱい決まるんで、この手前のフィルの入れ方がまあ譜面に書いておいたので定番のパターンなので、この辺を練習していただければいいかなと思います。以上でございます。嵐のブレイブでございました。ありがとうございます。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日、お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、押していただけると中に入れて、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので、 LINE アットもありますから、そちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。